今日は今企画していることの打ち合わせに行きます。今まではずっとテレビ通話で打ち合わせをしてて、今日初めてちゃんとお会いして打ち合わせできるのですごい楽しみです。使ってる下地はこのラロッシュポゼの下地を使ってます。ファンデーションはこのロレアルパリのリキッドファンデーション、こんぐらい出して伸ばします。このリキッドファンデーションはすごいカバー力があるのに厚塗り感が出ないのでおすすめです。そしてコンシーラーはルナのコンシーラー、この前キルテンの購入品で紹介したものです。そしてフェイスパウダー、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー、これをちょっとだけおでこと顔の中心、眉毛、これはピコモンテビューティフルアイブロウ、なんかドンキでめっちゃ安く売られてて500円ぐらいでめっちゃいいです。なんかこのペンシルとこのパウダーとブラシが一本になってるやつで、すごい描きやすいです。で、アイシャドウは、このクリオのプロアイパレットのこの色と、この色と、この色と、エクセルのスキニーリッチアイシャドウのこの色を使ってます。で、アイラインはヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーのブラウンを使ってます。で、涙袋にこのエチュードハウスのキラキラのアイライナーをのせます。マスカラはキャンメイクの透明のやつと、このファシオのパワフルフィルムマスカラのロングタイプを使ってます。これは黒です。このキャンメイクのはこれ下地で塗ったら全然まつげが落ちてこないので良いです。ハイライトはセザンヌのパールグローハイライトの01番、もう底見えです。お気に入りすぎて。90カロリーだから大丈夫です。
insanity.